はい、今回ヤリスクロスに関するマイナーチェンジの追加情報が入ってきて、まあ、改良後スペックで改良内容で価格と発売日ですね、すべて判明したんで、まあ、順を追って紹介していきます。でヤリスクロスの時系列をまずは簡単に、3年4ヶ月前ですね、2020年8月31日に発売を開始して、新型車としてですね、コンパクト SUV で発売を開始で、去年8月8日に一部改良、まあドアエコ付き自動防言ミラーを全車にオプション設定して、廉価の XB パッケージを廃止する代わりに G アスポーツと Z アドベンチャーですね、追加して、ちなみに去年の累計販売台数ランキング、まあ、ランキングはヤリスシリーズ全体ですね、1位で、ヤリスが 85,846 台で、クロス 82,711 台、そこまで販売台数に差がなくて、合わせてヤリスシリーズで 168,557 台ですね。でスペックの方が、全長 4m18cm、 シャーバー 1m76.5 の全高 1m59cm、まあ、コンパクト SUV ってこと考えたら、ホンダ、ベゼル、WRV、日産キックス、マツダ CX330 で、スバル、クロステック、三菱、エクイプスクロスとか、まあ、一番近いのが、レクサスの LBX あたりですね。まあ、全長1センチかからないですし、ただ UX も LBX もシャーバーが結構広いんですよね。でホイールベースが 2m56cm、 で最低地上高が 17cm で、最小回転半径が案外大回りで 5.3m で、駆動方式は改良後もですね、ニクト4駆、ニクト E4 設定があって、ニクト4駆の価格差が改良後23万弱ですね、23万か23万1000ぐらい違って、でトランスミッション、ガソリン車がダイレクトシフト CVT で、ハビットは電気式無段変速機で、改良点がいくつかあって、エクステリアとインテリアが改良、まあそこまで大きな変更点はないみたいですけどね。エクステリア、ヘッドランプの外形や内部衣装が変更で、フロントマスクを構成するバンパー形状が変更し、ホイールは新デザイン、新衣装となり、ギア周りの LED テールランプやリアバンパーのデザインが変更と言われていて、まあ、インドネシア版というよりは、まあ、最近会場があった欧州版みたいにそこまでデザインが変わらないという情報もあってですね。で内装はシルバー化色やピアノブラック調、新しいインテリアカラーやシート素材、新しいインパネル素材の採用により質感が向上。 Z の方ですね、新カラーが追加されて、で2点目で紹介しますけど、新装備、新機能、新色が追加、スピードメーターのデザインが変更し、フル液晶デジタルメーターを採用。 G と X が 4.2 インチから7インチ、 Z でアドベンチャーですね、7インチから 12.3 インチ、 TFT ディスプレイを採用して、で一部情報だとディスプレイオーディオのサイズが標準で8インチ、上級で 10.5 インチへと拡大するという情報があったんですけどね、どうやらその情報ではなく、現行と一緒で7インチか8インチのままみたいで、ただコネクリートナビに対応してですね、電化が X ですね、X が7インチで、 G と Z は標準で8インチで、で新色にマシップグレーですね、まあ最近トヨタの新型車プリウスとかボクシーに採用されているマッシップグレーをですね、マルチェンゴヤスクロスにも追加されて、年内装飾に Z にですね、カーキを追加、あと G と Z にコンソール付きアームレストを設定して、で3点目、ハビットのモーターがですね、パワーアップして、で遮音性と静粛性が向上、直線 1.5 リッターはですね、ガソリンもハビットの代わりはなくて、ハビットのモーターが約 30%、 マイチェン前現行141であるのが
改良後マイチも182Nm になって、トークもアップですね。第5世代を採用して、で新たなリチウムイオンバッテリーの採用で出力とトークもアップ。出力が116だったのが130になって、トークの方は 14.4 だったのが 18.9kg にパワーアップ。で風気温やローノイズも低減し、車外からの遮音性、車内の静粛性もアップしてですね。第5世代なんで、最近の新型車、トヨタの新型車のハビットと同じエンジン、モーターをバッテリーですね、積んで、で4点目、予防安全装備、トヨタセーフティセンスがアップデート、新機能を追加して、プロアクティブドライビングアシストは追加するみたいですけどね。ただドライバー常時対応システムとか発信遅れ、告知機能、レンジパーチアラートの追加情報は今のところなくて、パナミックビューモニターを設定して Z グレードは標準装備みたいですね。ただパナミックビューモニターつけた場合ですね、若干納期の方は変わってくる情報ですね。で車両価格の方も判明して、肉の方だけ記載して、四駆の方はですね、23万1000円プラス。ガソリン車連環 X が、X だけはですね、そこまで価格差が、毎日前と比べてなくて、他のグレードが10万、15万、20万ですね、最上級で価格アップして、ガソリン車 X の肉が190万7000円。で、中間の G が215万。最上級の Z が243万5000円で、グレード間の価格差 X と G が、まあ、25万差ぐらいで、 G と Z が、まあ、約28万ぐらいですね。 Z アドベンチャーが255万1000円で、まあ、Z より8万ぐらい、あ、12万ですね、11万6000円価格高くて、で GR スポーツ一番高いのが257万1000円で、で、ハビットの方が X、229万5千。ガソリン車との価格差が39万差もあってですね。G と Z とかは37万ぐらいの価格差。G グレードが252万4千。Z が280万9千で。グレード間の価格差は、まあガソリン車と似たような感じですね。Z アドベンチャーが292万5千。で、GR スポーツハビット295万4千で。だからマイナーチェンジ後の車両価格、ガソリン車は廉価の X190 万7千で、最上級のハビットの GR スポーツが300万切っていて295万4千。で、発売日が、まあ、トヨタヤイスクロス2024年1月中旬ですね、17日にビッグマイナーチェンジを実施へ。ではもうあと1ヶ月ぐらいでマイナーチェンジですね。マイナーチェンジではなくて改良って紹介してる店舗もあるみたいですね。見積もりに関しては確かも先月あたりからですね、見積もりの方は開催されていて、まあ、値引き額は15万から20万で、納期の方はそんなにかからなくてですね、半年以内という情報ですけどね、まあ、来年の4月か5月ぐらいですね、遅くても納車されるという情報で、はい、今回トヨタヤイスクロスマイナーチェンジに関する情報として、改良スペックで、あとは改良点と、あとは価格一覧と発売日について紹介しました。